さあえー、続いてのコーナーいきましょうわっびっくりしたプーライ <laughs> 懐かしいねプーライの方だったえー、皆さんがびっくりしてしまったことを募集しておりますラジオネームコッキー、うん、太田さん股抜きロペス、うん、あああのエラーのかな意味深、うんうん、意味深うんうん、うん、エラー のことかなと思ったんですけどロペスが、えー、トンネルしちゃったんでこんばんは、うん、採用されたら初採用、うん、コッキーと申します、はい、僕は今今現在大学生なんですが、うん、今大学祭の真っ最中あそっか時期だもんな軽音サークルに所属している僕は、うん、4日間の大学祭のうち4日間すべて サークルのライブに出演する予定です。すげえの、うん、毎日大いに楽しんでいます。うん、今日はそんな大学祭の最中に起きたわびっくりな話を聞いていただければと思います。うんうん、はい。それは今日、うん、大学祭の最終日の朝に起こりました。うん、その前の日もライブをやっており、大学祭期間中は連日朝5時半に起き、うん、帰るのは夜11時頃と。すげえなハードな ねえ。日々が続きます。僕たちはプロではないので、ライブの準備や片付け、機材のメンテナンスなど、すべて自分たちで行わなければならないからです。大変だね、それは。その日もくたくたになって帰宅した僕は、帰るなり、お風呂に入り、すぐに寝てしまいました。そして今日、今日も、5時半に起き、朝飯を食べ、支度し、家を出る前にトイレに立ちました。をしようと ズボンとパンツをずり下ろしてみると、うん、パンツに何やら金玉のようなものがついていっす。えっそ <laughs> どういうことえっ金玉なだなぁ、怖いなぁ。いやいや、すげえ怖いよ、何それ。なんでパンツに金玉がついてるのかなぁ。妙に変だな<う>田中さんの失われた肩玉かなぁ。いやいや、ちょっとほんと何それ。 近づいてよく見てみて。わあ、びっくり。うん。それはなんと。うん。小さめの。うん。カマキリの卵だった。ええー、<laughs> なんでパンツの中にあんのそんなものが。<laughs> そうと気づくと僕は、驚きのあまり、ひょいいやいや、なるなる怖いかがバ目が米印になってええー。 顔文いやもう顔文字いよ次んだよと叫んでしまいました <laughs> お<う>おそらく洗濯したそのパンツを干した際、はあ、カマキビリが産みつけたのでしょうん、いやそれにしてもさは <laughs> いてたわけでしょずっと <laughs> しばらくして冷静さを取り戻した僕は、うん、卵をトイレットペーパーで丁寧に取り、うん、トイレに小便とともに流しましたよ、うんうん 今思えば卵がついたパンツを履いたまま一晩寝てたわけですよもしお腹にその卵が孵化していたらそうだよねと思うとゾッとしますよちょっとライブの演奏中ね「出て出てて」小さいよ本当にあれカマキリそのまんまの小さいのが出て出てきますよね田中さんもし田中さんが寝ている時ですよパンツの中でおびただしい数のミミズがうん うじゃうじゃとうごめいていたうん田中さんならどうしますかどうしますよね <laughs> どうするも何もどうひょええでしょひょええっつって気を失うのか <laughs> なんかどう,どうするか知んないヤギに電話でもすんのか,か知らねえけどヤギに電話したいやいやだ助けてくれ誰かに助けを求めないと俺はどうしようもないから以上僕のはびっくりした話いやそれはびっくりだわでも文化祭ね楽しいだろうねそんな毎日ね朝起きてライブでね 今ちょうど文化祭シーズンがこの間パンクブーブー爆音の時にやってたらやっぱり相当それ少なくなったとはいえすげい言ってるねえああ文化祭に文化祭に、ね、こ<ー>のシーズンはあのやっぱり掛け持ちもあるっ言ってたねああパンクブーブーあたりは相当呼ばれる学園祭クイーンだって言ってたよ昔はねーキャインがね、うん、そう一番呼ばれてた時は学園祭キャインっつってたそうそうそう,、ね、<laughs> うん言ってましたね 多かったね、一時。でもねんかね聞いたらねちょっと今数忘れちゃったんだけど俺らせいぜいさ秋の文化祭シーズンがさ10ちょっとぐらいだっと思うんだけどはってないと思うんだよあれ大体11月3日前後のこの辺だしだけどねなんかすげえ数いってたよパンクブーブーもっとあもううんそんな数いくのみたいな東西いくでしょうからねそうなんだよね 俺ら関東だけさすがにねあでも大学、まあ、あの大,大学園祭は結構あったけどねあの九州とか九州あの北海道もあった北,海道北海道は春なんだよね5月とかただあの関西方面はね全部あの吉本が、うん、牛耳ってるから <laughs>、ね、いやまあまあ多いですよねうも呼ばれなかったな、うん、早稲田とかよく行ったね行ったね早稲田も慶応も行きましたね爆笑問題の太田さん田中さん はい。なんです分。田中さんそうだよ。こんばんは。はい。いますよ、もちろん。読まれたら初採用ネーム。うん。魚介のうまみと申します。よく言うよね、これね。魚介のうまみがき、渡辺とか言いそうだよね。突然ですが、先日、我が家で飼ってる猫がネズミを初捕獲いたしました。ららら。ネズミって本当に家に、 いるもんなんだなとドン引きしつつも感心していたんですがそのことをきっかけにとあるはびっくりした出来事を思い出したら投稿させていただきますうんうちゃか猫が出てくる話だぞうんいやもうもう出てきて喜べはいはいありがとうそれは今から10年ほど前私が小学校中学年のところ中学年って 高学年でも低学年でもないってことね。3年,年3年か4年ってことね。中学年って言うのかなあんま聞かないね。<laughs> 母方の実家に泊まりに行った時の出来事です。うん、母の実家は同じ県内の隣の市と、そう遠くないところにあるのですが、距離は、距離とは裏腹にそこはもう別世界。うん、なんと大自然の、うん、大自然の山の中にあるのです。家にたどり着くまでは、うん 狭い山道を車でぐるぐると、登っていかないといけないし、うん、春には大音量でウグイスの鳴き声が聞こえる。大音量ええ、いいね。タケノコ掘りができるし、うん、夏には野菜の収穫やカブトムシの捕獲ができるし、秋、うん、にはシしいた狩りができるし、うん、野生のイノシシや、ノウサギなんか、いいね。も出ちゃいます。かっこグロい話になりますが、うん 祖父が漁師だったため、うん、庭には新しく取ったノウサギの毛皮が当たり前のように干されてます相当なねえどこなんだろうねそんな大自然の中母方の実家では、うん、6匹ほどの猫を放し飼いにしているから驚き、うんうん、まあまあね田舎では大体そうでしょうね、うん、さてさて紹介が長くなってしまいましたが、うんはい、ここからが本題、うん 私のばあびっくりした話は、そのうちの一匹の、にゃんこ、さんが、ある日、ネズミなんて平凡なものではなく、超珍しい、ある生き物を捕獲してきたことなんですが。なんだ田中さん、うん。なんだかわかります超珍しい野生ではなかなか見られないであろう、あの生き物です。オさサンショウウオ <laughs> 特別天然記念物じゃねえかある、あれ多分。<laughs> それがヤンバルクイナか。<ー>えそれとも黒いダイヤ。オ、うん、大,大クワガタ。じゃなんだろう。そうですんにゃんこさんが加えてきたのは、なんとうん野生のモグラはぁモグラはそっかあんま見ないもんねええ私は捕まえてきたところこそ見られませんでしたが、うん。祖母から。うん。 猫がモグラを捕まえてきた。バケツの中に入れといてある。の聞き。すぐさまそのバケツの中を覗きに行きました。恐る恐る中を覗くとそこにはあの、茶色くて小さくて、鼻がピンクの、紛れもなく本物のモグラモグラは猫に加えられてきたのも、あり、かなり弱ってはいましたが、バケツの中を、 と歩きてわあ本物だかわいい触りたいなんなら飼いたいと私は胸を躍らせましたが「もぐらは金を持っている」と聞き触ることもできず残念ながら次の日に亡くなってしまいました元気になってもらいたかったものですが。 野生のモグラを見れたという貴重な体験は一生忘れません。うんうん、ねえ、モグラはほんと見れないもんね。ちなみに私がその家でびっくりしたこと第2位は、うん、和式のボットン便所だったトイレがある年突然、うんうん、洋式のボットン便所に変わったとです。ボットンは変わらずだ。時代はどんな場所でも、ええ 進んでないし。やいや、あんま進んでないでしそんなに進んでないでしょ。ね、そボットンが推薦だったら分かるけど。それでは長文だブん失礼いたしました。うん、爆笑問題さん大好きですありがとう,う,うね。ええ<ー>、モグラです。モグラか。うちの実家で飼ってたプルちゃんね、もう20歳ぐらいまで生きたプルちゃんは、やっぱ外も出してたんで、セミとか、それこそイモムシも持ってきたことある。うん、で、ネズミを加えてきたんじゃないけど、家に帰って、 あの玄関の前でよくねその一緒にいる時があ,あるんですよプルちゃんがいてあプルちゃんってと隣にえっとねおっきなガマガエルがいた時とあとネズミがその横をスルスルスルって逃げてった時と2回あったんだけどあのガマガエルはねうちになんとなく住み着いてた主みたいなのがいたんですよ一匹それは仲良くやってましたね <laughs> あの本当に一緒にいるんですよ何か,、ね、<laughs> <laughs> から多分いが。と 取られたんだろうね、一回ね、それで逃げてったんだと思うんだけど。まあ、元気になって欲しかったとっいう,言うけど。それはバケツの中入れときゃ死んじゃうますかね,んね。そうだね。そりゃそうだね、えー。ラジオネーム。ポールチュン。<laughs> かっこ二十六歳男。ええ。太田さん、ドエムのひとこ。ドエムじゃないよ、別に。 読まれたら初採用リスナー歴10年で初投稿初投稿でするねポールチュンと申します、うん、<laughs> 何なんだろう <laughs> <laughs> マキともかかってる愛しみたいなねポールチュン、ね、<laughs> でリスナー歴10年ってことは16歳から聞いてるってことねうんね、うん、今日は僕が初めて M 性館に行った話をた <laughs> お前じゃねえかドフはよ <laughs> M 性館とは客が受け側になって S 女性に責められるというソフト SM 的な店なのです、うんうん、僕はその日なんかエロい気分になったので前から気になっていた M 性館に行くことにしました普通のいやらしいお店は行き慣れている僕は、うん、いつものように無料案内所へ、うん あのあ,んあんですよねそう,うすそういう繁華会みたいなとこでしょ、うん、僕○○かっこ店の名前に行きたいんですけど、うん、案内男少々お待ちくださいそして電話で確認後、うん、案内男、うん、今ハードなまる嬢しかいないですけどいいですか <laughs> 僕はハードと言っても所詮は MC か大したことはないんだろうん ないんだろと思い。お願いします。そのお店。店について、ジョー。何々のですね。に案内、部屋に案内され、まず一つ目のはびっくり。ジョー。全裸になってオナにしろよいきなりすごいな。僕。はい。 しかし全然立ちませんすると見かねたジョーはついてこいと言って僕を部屋の外へ連れ出したのです部屋の外部屋の外といっても店舗の廊下ですがこの日は元旦元旦なのお前何やって元旦屋内とはいえ冬寒いか 風がピューピュー吹き抜けるので、寒いったらないのです。すると、ジョーは、ここでオナにしろよなんなのこれんなのさ。僕、はい。はいじゃねえよ。こし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 。ょうがないね、そこまで。やはり全然立ちません。ここで、でもここで二度目のはびっくり。なんと、寒さで縮こまった僕のおちんこから、とろーっと、 大量のザーメンが流れ落ちてええ,え,えそうです何それどういうこと立たずして行ってしまってそんなことあるの？これにはジョーもご立腹,ご立腹だ、ね、ここで最後のワービックのジョー口で掃除しな <laughs> 僕え,えこの言葉に反論することもできず、えーえー、僕は必死に 床に垂れたザーメンを舐め取りに。いや、ちょっと待ってよ。何やってんだよ。口の中のキシキシする感じ。そして何とも言えない香りと味。今思い出しただけでも。僕はもう何してんの股間が熱くなります大成功じゃねえかよ。じゃあよ。よかったって話だろ。田中さん。えこんな僕はド M なのでしょうか。うん、ド M だよ。どう考えたってそうだろうがよ。プレーが終わると、ジョーから。うんうん、タバコ吸うと聞か <laughs> れましたが。 <laughs> 僕は「いえ吸わないです」と言い帰りました<笑>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 この後僕は SM クラブにはまっていくのでありましたやっぱハマったんだなんだか男版一妻枠みたいになってしまいました<ー>この番組を聞いている童貞中高生には少し刺激の強い話だったかもしれませんねまあ確かにねでは太田さん田中さん、うん、お体ご自愛くださいいやーそれでも普通だったらもう二度と行かないだろうけど行くんだもんねハマっちゃって 自分の精神無敵化に落ちイヤじゃんそんなのやめとるというもう最悪だよえーそしてですねこの人はね先週ロシア人男性とメイクラブをあメイクラブね行ってね話を送ってきてくれたアイワーズ・ゲイというねそうなんですよねゲイの方ですね外国人にしか興味がないと言ったけど 三浦春馬くんは大好きね。リアルすぎるよ、もう。河田ハワイ。太田さん、僕の車をタイに売り飛ばした脱税を。何やってんそんなするわけねえだろ、俺がよ。先週は私の投稿を読みいただいた上に、ショまでくださり、ありがとうございました。調子に乗って、私のアメリカ高校時代にあった、は、びっくりした話を投稿します。私は短期間、 アメリカの高校に通ってました入学当初からなぜかあいつはゲイだと言われていていないや言ってないんですけど言ってないけど何とか分かったんだ小綺麗にしているとゲイっぽいらしいゲイんだよってた見た目がねキモいパソコン部のお宅につけられたりいじめられてボコボコにされてました うかっこ日本のいじめとは質が違うんだぞうちゃかそうなのいや確かに怖いねアメリカのいじめだから怖いボコボコですよ打たれちゃいますよええ打たれないだろそれいじめじゃねえだろそれそんな私に天気が訪れました学校の帰り道いつも殴ってくるジェイコブの隣に隣にいるリアムが私に話しかけてきたんです リアムは家この近く今度遊びに行こうよと何もなかったように話しかけてくるので私はいじめておいてよくそんなこと言えるねと言った後の彼の一言にはびっくりお前ゲイなんだろ俺もゲイなんだ <laughs> アアジア人が好きなんだよすごいその時私が抱いていた恐怖は愛情に変わってしまいました、うん、簡単だねもうねたまたまその日私の家は誰もいなかったので、うん、私の部屋で人生初のメイクラブうんかっこ、うん、喘ぎ声がうるさいのでイライラしました <laughs> 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 もうわかんねえこいつの気持ちがもう何目線かもわかんないしもうどういうことメイクラブが終わった後彼に「夜にもう一回来ていい?」と言われ「どんだけセックスしたいんだよ」思いながら彼を待っていました待ってたのかよ夜になり彼から「下に来てくれる?」とのメール私が下に行くとここで最後の「はびっくり」 彼は花束を差し出すええー。これまでしてきたことを許してくれるうーわ、すごいね。愛してるんだ。と一言。お<う>私は、うん、こんなロマンチックなことが、自分の身に起きるとは、思ってなかったので。<laughs> 確かに、そりゃそうだ、ね。大号泣 <laughs> そうだよね。そりゃそうだよね。 そんな彼とは半年間お付き合いしましたが、うん、私が日本に戻るのをきっかけにお別れしました。うん、ああ、なるほどね。以上が私のアメリカ時代のはびっくりした話でした。うんうん、もし許されるのであれば、うん、次回、うん、最近行ったベルギーでの話を。ちょっと待ってお前たいと思います,なすげな。いろんなとこ行ってんな。余談ですが、うん、花束を渡す瞬間を、うん、母が見ていたらしく。うん 翌朝机に「素敵な彼でよかったわね」は<わ>と書かれた手紙がありました <laughs> お母さんも知ってたわけですね、うん、うわすげえ話だな外国でいじめにあってその後メイクラブや男と,とすごいくない <laughs> 愛情に変わって愛情に変わるし <laughs> 激動だよねホンねえー、じゃあベルギーの話も送ってきてくださいね <laughs> <laughs> 郵便番号1